はい、皆さん本試験お疲れ様でした。レック専任講師の横溝です。さて平成29年度行政書士試験ですね、受験されていかがだったでしょうか。まあひとまずは本試験終わってね、いや疲れたなっていうような実感が1日経ってじわじわ来るというような状況の方も少なくないかもしれません。まあ、出来そのものはですね、もうすでに本試験当日の20時にはレックのホームページで回答速報が上がってますし、まあ、その前の回答速報会で参加された方もいらっしゃったと思いますので、まあ、そのあたりのところである程度は見えているのかなというところでしょうね。まだ自己採点してないという人がいたら、それはちゃんと自己採点は早めにやりましょうということは改めてね、お願いはしておきたいと思います。そして詳しい分析そのものは11月19日ですか、今度の日曜日ですね、渋谷駅前本校で、本試験分析会という形で、お話をさせていただきます。参加される方は問題冊子必ずね、こちら必ず持ってくるように、自分で持ってくるように、していただければということなんですけれど、まあ、全体の簡単な総評ですね、それだけ、しておこうかなと今回は、そんなことを考えています。全体として見ると法令科目についてはこれは全体としての難易度はですね、昨年よりは比較的少し優しい方に動いたかなっていう、そういう印象があります。まあ、優しいって言ってもね、それは実際試験場で緊張している中で問題見た時に、いやこれ優しいね、いけるねっていう感じの問題ではないだろうとは思うけれど、ただ解きやすいか解きづらいかとか、正解に行き着きやすいか行き着きづらいかっていうところで言えば、2016年度昨年度の試験よりは少し解きやすい問題が多かったかな。まあ、2015年度と結構いい勝負じゃないのかなというような印象を持っています。特にね、法令の中でも憲法、行政法かな、まあ、憲法は少し変わったタイプの問題は出ていましたけれど、まあ、そうは言ってもどうでしょうね、落ち着いて考えれば十分、例えば5問中3題を取るっていうのは全く難しい話ではない。そして行政法に至ってはやはり実力のある人は19問出たらですね、もう16問以上取ってくるような内容だったと言っちゃって、問題ないかと思います。特に行政手続法、不服審査法、事件訴訟法あたりが総じてレベル優しい方向に、解きやすい方向に持ってきてくれていたというのが大きいですね。民法についてはこれは速報会でも言ったんですが、解きやすい問題とうーってなる問題の差が激しいというようなところがありました。ただトータルで見たときに、例えば9分の5、9分の6を取るということであれば、まあ、十分、合格講座などを受けてた方、初めて受験する方であっても全くですね、非常に難しくてとても無理っていうような内容ではなかったかなというところなんですね。商法会社法についても実は設立のあたりや、それからそもそも会社法の原理が分かってるとか、または読んだ段階であれこれだろうなって分かってしまう問題も入っていたりしたものですから、まあ1、2題取るのは全く問題はなかったのではないかと思います。多子選択なんだけど憲法難しかったね。多子選択の憲法は北方ジャーナル事件の補足意見を聞いてきたので、まあ、4つの空欄で2つ埋まればいい方かな。ただ残りの2つの行政法は非常に基本的な内容だったものですから、そっちでしっかり正解を稼いでもらえることはできたのではないかと思います。記述についてはやはりね、問題44番標準的です。あれは2015年の8番の焼き直しですね。ですからそこで問われていたことがしっかり理解できていたかどうか、やっぱり記述は択一の延長線上にあるっていうようなことを改めて実感させてくれたものです。まあ総論からまた出てくるっていうのはちょっとね、予想としてはかなり低いものではあったんですが、この問題44番は記述60問解きまくり講座の42番かな、それとほぼ同じ問題だったので、まあ、それ受けてた方は特に取りやすかったかもしれません。問題の46、民法724条そのまんまね、ここはやっぱりきちんと書けてほしいというか、ここで点稼がないとちょっとっていうのはあったんじゃないのかな。問題の45はこれは内容としては決して難しくはないです。ただやはり
債権譲渡の譲渡禁止特約の話であるというところで、出来不出来結構はっきり差がついたのではないかと思います。だから行政法の44番と46番で点が稼げたかどうかだね。45番ができてたらものすごいいい点数が全体としてつくんじゃないかなっていうようなところです。それから一般知識なんだけれど、まあ悪口はね、いろんな予備校の先生がもうすでにあちこちで言ってるみたいだから、私から改めて問題にケチをつけるということはまあちょっとやめときましょう。もうこれは実際に与えられた問題をいかにどう解いて、最終的に14問中の8問かな、それを取ることができるかどうか、やっぱり合格ライン8なんでね、そこ取れるかどうか、そっちに集中した方が良かったかなと思います。もちろん中にはこんなの聞いてどうするのっていう問題も入っていた。ただやはり文章理解などをしっかり取れていたかどうかですね。基準点割れするような問題ではないです。確かに各予備校の予想などを完全にことごとく外してきたような感じの出題ではありました。まあ今回はクラウドファウンディングか、クラウドファウンディンググループの話は一般知識発展アップ道場で触れていたりとか、まあビットコインは確かにフィンテックの一種ですから、まあ、それも触れていたといえば触れてたかもしれません。あとは情報公開法とかそのあたりでしょうね。ただそれ以外のところは本当に今まで出題されてないようなテーマだったりとか、なんだこれっていうようなテーマのものも多かったということではありますね。ただやはり14題中8題ぐらいを正解するのは決して、不可能ではないだろう。おそらく合格者の平均点はそのぐらいになってくるんだろうな。そうなるとちょっと怖いのがですね、記述の採点がどのくらいのレベルで厳しく見ていかれることになるのかなというところですね。まあ合格率そのものがどのくらいになるかは分かりませんが、2桁超えてくるんじゃないのかなというような気はしてます、今のところ。まあ、あくまでも試験終わって翌日の感想ですから、1週間後に違うこと言ってるかもしれませんけれど、だけど今の段階ではそのぐらいまでいくんじゃないかな。ただそこまでいくにしても択一の出来が非常によろしければ、記述の採点について、特に問題46番の民法724条なんかは結構厳しく、要は条文通り書いてないとダメよって話にされちゃう可能性はあります。まあその辺は蓋を開けてみないとわからないけど、少し厳しく採点されちゃうかもなということを頭の片隅に入れといてもいいのかなと思いますね。まあだからといって合格点がね180点より上になるとかそういうことは絶対ないと思うけれど、基本的に記述の採点のところで多少そういった調整が入るというような余地があるレベルの問題だったのかなと、蓋を開けたらそういうことになるのかなと思います。まああくまでもこれは今回私が実際に問題を解いてみたり、それから回答速報会に参加した方の感想などを聞いたところでの結論というような話で、まあ、当然まだ中間結果です。19日の分析会の時には無料成績診断の結果なども踏まえてね、今の私の話がどのくらい修正されていくかっていうところもまた一つ見どころになるかと思います。ぜひですね、まあ今回の試験の締めくくりとして19日の分析会ですね、無料ですのでご参加いただければということではありますけれど、まあ私からの本当にこれはごくごく簡単な総評ということであれば、今お話しした通りという話ですね。はい、ということでまた詳しくは19日にお話ししたいと思います。本試験本当にお疲れ様でした。